ユノハマサラグモトゥリナイフィアユノアメンシスはサラグモ科のクモの一つ。道化では大きくて目立つ網を張るものの一つ。体長はメスで4.1から5.4ミ、mm、リメートル。東京部背面は明るい赤葛色で中央に縦の黒い斑紋がある。ふわしは緑を帯びた赤葛色。腹部は卵形で地色は白、中央に縦長の黒い斑紋がある。 また両側面にも縦に続く黒縁と、それに沿った黄斑がある。オスは小柄で細身で、斑紋はメスに似るが、不明瞭。フレ式感が小さく、その点で多種と区別できる。本州、四国、九州に分布。国外では、韓国と中国から知られる。里山から山地に見られ、平地で見ることは少ない。森林の周辺や林道。 渓流沿いの樹木の枝の間、層の間などに見られる。朝または平地には少ないとしながらも学校の校庭に出ることもあるとしている。造毛製で伏せ皿型の皿毛を貼る。シート部分は直径10から3オシエム、深さ1から5センチメートル程度で浅くはあるが、このタイプの網では大きい方である。雲は皿の中央画面に定位する。 獲物がかかると、シート面の下から噛みついて、それから糸をかけ、ドームの中央で食べる。初夏に成熟するが、生態の見られる期間は短く、特にオスは10日前後しか見られない。同族のものでは日本では、この一種のみ知られる。類似の種はいくつかある。伏せ皿型の皿毛で、腹部が白地に黒縁を持つものは、足長皿雲白縁皿雲 大陸サラグモなど数種である。いずれもよく似ているが、背面の反問である程度は区別できる。和名の湯の浜サラグモは、学名の種小名である湯のアメンシスに由来する。ところが、この種のタイプ産地は、佐賀県の湯の原である。これは、新種記載の時に誤ってこう書いたのに基づき、和名はその間違いをそのまま引いてしまったためである。以下、 おのへんちょ P334 おのへんちょ P334 深海 P147 あさまほか、P56 深海 P147 あさまほか、P56 深海 P147 あさまほか、P56 ありがとうございます。